クロスビーエースということで、もう始まったか始まるか動画が出てるときは外国人選手ガチャ OB があるらしいんだよね。いろんな人のを見てると、いろんな人は予想してるけど、俺はこの選手が欲しい、もしくはいいんじゃないかっていう、勝手に里崎セレクションプロ野球 OB 外国人選手ガチャかっこ勝手にやってます変っていうのがあります。だからもう予想が、予想っていうか、まあ、当たれば当たらればいいし、あの誰が来るとかじゃなくて、いい声がいいんじゃないのっていうのを勝手にやるっていうね、っていうところで、だから俺もまだ初めて、真剣に初めてまだ半年ぐらいだから、だから去年の OB ガチャはやってないわけよね。であと調べたけど、その選手もあの出てるよっていうのがもしあったらすいません、そういうのよくあります。そこまで調べられない、調べた範囲でっていうね。だじゃあパ・リーグから、西武はグラマン、各源氏さん、カブレラは出たっぽいのね、今まですでに。で こっからいいんじゃないのっていうのは、佐々木セレクション、エステバン・ヘルマン、どうやって、これね、一緒に対戦したこともあるんですけど、西武には2012年13年いて、で14、15はオリックスに行って、全試合出場で、しかも3割打ってるし、盗塁も40個してるから、だから走塁型になっちゃうのかな。でもミート走塁が A になる、ホームランはそんなないけど、で多分守備位置も結構いっぱい守れる、三塁二塁外野守ってるから、だからそういった面でも、でもちょっとね守備がねエラー多いから、守備がちょっと D とかなっちゃう可能性があるけど、俺はヘルマンいいと思うんだよね。ヘルマンかデストラーデ、やっぱデストラーデスイッチで、だってもうえぐいからね。もうデストラーデはもうミートとパワーがえげつないんじゃない、走力はないけど。西武で欲しいのはデストラーデかヘルマン。次ソフトバンク、ソフトバンクは今までホールトンとズレータ、ファルケンボーグが出てるらしいんですよ。やっぱりソフトバンクはこの選手選ばれてもいいんちゃうかっていうのが、ね、バルデス2番、バルデス、いややばかったよあの時。2番、1番村松さんとかいて、もう2番いけないバルデスでめっちゃ離れてんの打席、だからアウトコース届かへんのちゃうかっていうところでもう届くっていうね。ダイエーに2001年から2004年までいて、3割1分3割3厘3割1分1厘だから、でホームランも20本以上打ってるから、ミパ同値いけるね、ミパすごいよ。でポジションは外野だけどね。バルデスどうやっていう、カブス、レンジャーズ、アンダムだって100本以上常に打ってるからね。あとペドラザピッチャー抑え、ペドラザもすごかったね。ヒット打ったことあるけど、どうめっちゃえげつないなっていう、あのもうとりあえず振ろうと思って振ったら当たってヒットになったけど、ピッチャーペドラザ守護神27セーブ35セーブだから2年連続セーブ王だからね。ペドラザいいんじゃない、セーブピッチャーどうですかホークスファンの皆さん。で次楽天、楽天まだちょっとね歴史が浅い、2005年からだから、だからまだ15年ぐらいだからなかなかいないんだけど、ラズナーとマギーでどうやって、まあ、マギーはねその後巨人にも行ったけども、あの時のアンドリュー・ジョーンズ、マギーの外国人選手コンビで、あの抑えやってたかな、先発もやったら抑えもやってたけど、ラズナーね、あのコンビ、あの優勝したのはね欠かせない存在だったかなっていうところで、マギー、ラズナー、これちょっと新しいですけどね、どうですかイーグルさんの皆さん。ロッテは、あだから楽天はフェルナンデス、あとリック、ジョーンズが出てるんですよ、まあ、リックもね、フェルナンデスももともとロッテにいたんだけどね、そもそも、まあ、フェルナンデスなんてあの西武も行ってるし、オリックスも行ってるからね。で次、ロッテ、ロッテはね、フランコ、レロンリー、レオンリーさんが選ばれてるらしい、ここから、これはもう、とっておき、ボーリック、どうですか、スイッチヒッター、ファースト、サード、守れるよ、パワーすごいよ、ボーリック神話っていうのがあったぐらいだから、ボーリックが打ったら負けないっていうホームランね、最初。でも入ってきた時2軍だったの、絶対こいつはクビになると思ってた、俺プロ入ってすぐだったけど、もうそれぐらい下手くそで全然打てへんかって、でいきなり1軍上がっていって、なんで上がったやろな、ファームでも全然打たへんのにって言って、あったし上がった試合サヨナラホームランかなんか打って、でそっからもうだって30本100打点連発だもんね。あんな下手くそだったのにそんななるって思って、まあ俺のそのまだね1年目の、あの俺の見る目がなかったんだと思うけど、メイとボーリックで2人で30本30発100打点連発してたもんね。2001年、31本100打点、2年連続100打点打ってるしね、ベストナインも1回取ってる。どうですかボーリック、もしくはウォーレン、ピッチャー抑え、もう多分ツーシームからぶり曲がるよ、フィーン進化とフィーンめっちゃ曲がる、あの東尾さんがボールに傷つけてんちゃうかって言って、なんかあのグローブにあのその次の日の練習の時はハサミとかいっぱい入れてて何もやってねえよみたいなパフォーマンスして、三塁ベンチに抑えてあのダメなポーズして怒られたっていう。どうれどうですかマリンズ皆さん。日本ハム、日本ハムはねオバンド、セギノール、グロスが出てるらしいんですよ。ここからやっぱりね、さすがの天敵
ライアン・グリーンピッチャーどうやっていう、いい球投げるよっていう、交流戦 MVP 取ってるからね。であとねバッターねスレッジ、その後 DeNA も行ったけど、スレッジもめっちゃ打ったよ。めっちゃいいバッターだった。スレッジもちょっとね離れ気味だったけども、相性はスレッジハンマーだからね。だって日本ハムにいた時もホームラン27本、88打点とか、横浜に行ってからも27本打ったりとか。スレッジどうですか、ファイターズファンの皆さん。次オリックス。オリックスはねピッチャー JP パウエル、巨人も行ってたんだけど、カーブ、多分えげつないカーブ投げてくんだよね。すごかったよカーブ。カーブだけにヤマ張ってホームラン打ったこともあるけど、本当にいいピッチャーだった。巨人にも行ってるからね。であとねバッターねイデホどうやっていう、まあ、その後ソフトバンク行ったけど、韓国ねロッテジャイアンツで三冠王になってきて、いやパンチ力あったし、何気に頭も良かったしね。イデホどうですか、オリックスファンの皆さん。で次巨人。巨人はねイースンヨプ、クルーン、ガリクソン。イースンヨプロッテから、ロッテなんだけどね、もともと俺本当はイースンヨプって言おうとしたけど、ロッテジャイアンツで出てるからまあいいかと思う。だそういうのもあるよね、どっちで出すんだ問題ね。だってクルーンだって横浜が最初なのにね。巨人はねやっぱクロマティだね。この前も解説した時マスクマンのやつで出てたしね。あとガルベス、ガルベス多分10球種ぐらいあるんじゃない、めっちゃ変化球すごいんじゃない。どうですかジャイアンツファンの皆さん。あと DeNA はローズ、ポンセ、ブラッグスが今まで、でパチョレックじゃない、パチョレック、ブランコの、多分これパチョレックその後多分阪神行ったと思うんだけど、これもう強力打線コンビじゃない。タイロウッズもいいなと思ったけど、ドラゴンズっぽいじゃんねタイロウッズは。だからその後に来たブランコ、パチョレック、これどうですかベスターさん。阪神はアリアス、ウィリアムス、リベラらしいんですよ。あとバースもいるよね。もう阪神はマートンでしょ。ミートエグいんじゃない、ミート S いっちゃうんじゃないレフトでえげつないよマートンは。マートンかキーヨン、俺は子供の時よく見てたキーヨン。キーヨンどうですかピッチャー。あと広島はやっぱりね、広島はミンチ、シーツ、ルイスが選ばれてるらしいんだけど、やっぱ広島忘れられてんちゃうかっていう、やっぱ広島って言ったらもうルイス・ロペスでしょっていう、ロペス出さなきゃいけないでしょっていう。前田さんがロペスがレフトヒット打って、で前田さんがホーム帰ってこなくてベンチでブチ切れたっていうね、気性も荒いトラブル、だってトラブルっていうのがあるもん、ウィキでいっぱい。大英時代1998年日本ハム戦で芝草さんにデッドボール当てて激怒して芝生まで追いかけ乱闘騒ぎとか、ハーフスイングで激高して主審に暴力行為退場とか、トラブルっていうのもある。でも打撃すごかったよ、170安打、30ホールで112打点とか25、109打点、数字は打点王2回、最多安打1回、ベストナイン2回、月間 MVP1 回だもん。ロペスどうですか皆さん、カープファンの皆さん、ロペスいるんじゃない。1回ダイエに行ってる、そうその後ねダイエに行って、でもロペスどうですか。あとねチェコ、100何番で衝撃的だった、子供の時3桁とかいいんだと思って、1回15勝8敗でどうですかチェコ、カープの皆さん。次中日はね、サムソン・リー、ソン・ドンエル、パウエルって来てるんですよ。で、まあ、タイロン・ウッズは多分中日だから、えぐいよねパワーが。でもこのサムソン・リー、ソンで来るんだったら俺イ・ジョンボもいいんちゃうかっていう、センター WBC の時めっちゃ活躍されて、2006年の時一緒に出てベストナインも取ってるんだけど、今息子が韓国で韓国のイチローって言われてて、息子もめっちゃ大活躍してて、これイ・ジョンボもいいと思うんだよね。どうですか皆さん、だってサムソン・リー、ソン・ドンヨルと来たらもうイ・ジョンボも行くしかないやんね。どうですか。で続いてヤクルト、ホージー、グライシンガー、ハウエル出てて、もうそれペタジーニじゃんね、ヤクルトは。ペタジーニかブロス、野村さん監督の時の14勝5敗、1年だけか、最優秀防御率1回、日本シリーズ優秀選手賞。ブロスどうですか、 2.33、 テリー・ブロス。その後ね西武に行ったっていうのもあるんですけど、どうですかヤクルトの皆さん。どう、ここで俺は西武、デストラーデ、ヘルマン、ソフトバンク、バルデス、ペドラザ、楽天、マギー、ラズナ、ロッテ、ボーリック、ウォーレン、日本ハム、グリーン、スレッジ、オリックスがパウエル、イデホで、巨人、クロマティ、ガルベス、 DeNA、 パチョレック、ブランコ、阪神、マートン、キーヨン、広島、ロペス、チェコ、中日、タイロン・ウッズのイ・ジョンボム、ヤクルト、ペタジーニ、ブロス。どうですか、予想とかじゃないよ、俺が欲しいやつ。欲しいです。どうですかコラミの皆さん、佐々木セレクション外国人 OB 選手、もし機会があったらよろしくお願いします。もっといろいろ考えます。はい、それはだからこの選手がもし入ってたらそれ狙って取りに行こうか。そうです ね、ということで皆さんどんなねやつが出るのかご期待ください。でもし出たらねガチャ動画もしもっと出すんで、今回こんな感じのプロスピ動画でした。ありがとうございました。